おはようございます。やんちゃです。2023年5月13日土曜日の朝です。タイマー15分。あれ、ちょっと待って。はい、タイマー15分。はい、お願いします。運動しよう。はい。まずスクワット10回、腕立て10回、スクワット10回、腕立て10回をやります。はい、3 4 5 6 7 8 9 10 よいしょ、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はあ、はあ、きつい。はあ、さて次プランク1分2分30秒やります。プランク無理なんで立てます。タイマー2分30秒。つれ、はあ、今日の天気、今日は午後2時ぐらいから雨降るみたいですね。まあ、一応朝出るときに予報見たんで折りたたみ傘は持ってきましたけど、まあできれば降ってほしくなかったですね。はあ、でもまあ今日はいいんですけど、問題は明日と明後日ですよね。明日みんなでハイキングに行く予定だったんですけど、もしかしたら中止になっちゃうかもしれないですね。めっちゃ息が切れてる。さて朝刊見ますか。今日の朝刊、何 SBI 新生銀行を非上場化、方法、なるほど、公的資金返済へ奇策、なんか変なことなんですかこれは。 SBI ホールディングス 50% 強持ってる SBI に対して TOB で上場廃止、これでなんで公的資金返済につながるんですかね。その部分を、その細かい部分を読むのが辛い。プランクをしながら、どれだ、うわー無理だ。やっぱりプランクしながら新聞読んでる時って見出しのでかい文字ぐらいしか読めないんですよね。実は細かい字を集中して読むのはプランクをしながらはすげえ辛いです。残り20秒。はあ、あと何かな。賃上げ31年ぶり高水準 3.89%、 ベア実施9割。めっちゃ景気がいいですね。はい、嬉しい。来年もそうなってくれるといいですね。終わり。はあ、つらい。やばい、またけん玉持ってくるの忘れた。けん玉、よし、やりますか。緊張してもうた。タイマー2分。おっと、
分ですね。はい。はい。2分間もしかめをやり続けます。はい。いつも家でやってるときは2分のタイマーをかけるんですけど、失敗したらそこで打ち切りです。なんですけど、今日は2分間とにかくずっと失敗してもやり続けるという風になってます。今日は。今日限定ルール。あ、でも昨日もそうか。はい、昨日今日限定ルールです。はぁ、あ。なんか振り返ってみると、なんだかんだ言ってわしも、モスカメが割と上手くなってきた気がする。はぁ、あ。なんかよっぽど風が強くなければ、失敗しないような気がしてきたな。はぁ、あ。あと、最近、なんかこの、モスカメの時間に考えてることっていうか、なんか注目してるのは、タイマーの残り時間を見ずに、そろそろ終わるかどうかを予測するのがちょっと楽しくなってきました。はい。なんか体内時計で2分を正確に測れるようにする訓練も兼ねると面白い気がしてきた。そういう意味で、あと、そうだなぁ。あと20秒ぐらいかな、多分。もう1分半は過ぎてると思うんですよね。あと10秒?いや、でもさっき、あと20秒かもって言ってからもうとっくに20秒経ってるような気はする。はぁ、あ。なんか、ダメだな。体内時計チャレンジ失敗。まだまだ全然時間あった。はぁ、あ。なんか、まだかなまだかなって言って、もしかしたらこう、タイマーが、あ、鳴ったわ。終わりでーす。よし。で、次はフリケンチャレンジですね。フリケン10回やって何回成功するかっていうやつです。よし。ほ。1分の0。ほ。2分の1。よし、次。ほ。あ。3分の1。ほ。4分の1。5分の2。よっと。6分の3。はい。おわよしよし。今6分の3だっけ。ほ。7分の4。よし。ほ。8分の5。いいぞ。よっ。9分の5。ラスト。ほ。10分の6。よし。10分の6はまあいいでしょう。はい。で、最後は、最後はですね、世界一周という技で、小皿、大皿、中皿に乗せた後、剣に入れるっていう技ですね。よいしょ。それが成功したら終わりです。成功するまで終われません。お、ダメか。よいしょ。小皿、大皿、中皿、そして剣。これが剣がむずいんですよね。よいしょ。ほ、わ、はい。中皿もまあまあ難しいですね。よいしょ。大皿、中皿、そして剣。よし、成功、終わり。よいしょ。さて、例によって、今、この時点ですね。この時点、7時半ぐらいなんですけど、今。7時半ぐらいの時点では、運動もやってなければ、けん玉もやってなくて、今、やった運動とかけん玉とかっていうのは、あと、この後、やるやつを差し込むスペースですと。で、昨日なんか、結構、人が来てくれて、すごい嬉しかったっす。基本的にはやんちゃクラブでしか広く告知はしてないつもりなので、あ、まあ、なんか出会った人になんか聞かれたら行ったりはしてましたけど、はい、別にインターネットで告知したりはしていないので、はい、それであれだけの人が来てくれるっていうのはね、すごい嬉しかったですね。
ちゃんとこうなるんだ、ちゃんとっていうのもおかしい話なんですけどなんか興味を持った人が行ってみようと思える感じのチャンネルになっているということが分かってよかったっていうか、はあ、しかもなんか昨日はすごいけん玉うまい人いたの分かりましたじゃあけん玉の集合場所にちゃんと自前のけん玉を持って来てくれた人がですね、なんかもうけん玉歴10年ぐらいで、なんかけん玉サークルに入ってけん玉活動をしてきた人っていう、しかもなんか最近は人にけん玉を教えることまでしているとそのすごかったなんかなんだろう、今わしここにけん玉を持ってきてないのがあれすごい失敗したなと思うんですけど、実際こう玉があって、まあこうけん玉の剣だとするじゃないですか、このヘリのところにコンって乗せてこうバランスがちゃんと取れてるみたいなやつ、何言ってるか分かりますかそうなんでけん玉が今手元にないんだ、そっちにはあるんだけどもう今から取り直す時間がないですよ、結構時間がカツカツで、そうわしが自分で朝8時半に会場の屋上でやりますって言ってしまった以上8時半にいなきゃいけないわけですけど、もしね来てしまった人がいたら来ないじゃんみたいになるからだとするとわしが遅れるわけにいかないので、はあ、やばいんですよね。だからこの撮影が終わったらすぐさま撤収して、そうまだチェックアウトじゃないから、まあ、また会場に持っていく用の荷物だけでいいんですけど、まとめてまたバーって出なきゃいけないと、あやばいやばい。あとはあれですね、昨日の運動のコーナーも、まあ、けん玉に来てくれた人が引き続き参加してくれて、で腕立てなんか、そうですね、スクワットと腕立てとまあプランクかをいつもやってるわけですけど、なんていうんですか、今この話は今日の分じゃないですからね、昨日の分ですね、昨日の分の運動とけん玉の話を今してますからね、はい、時系列を分かってくださいねでなんか運動やってたじゃないですか、そしたら案の定、なんていうか案の定っていうのもなんなんですけど、スクワットの時はもうちょっとこう足を広げた方がいいとか、でもわしはスクワットをやり始めた時は他の人からは足は狭めた方がいいって言われてで腕立てももっと腕を広げた方がいいとか、なんかね、あとなんだろう、回数は10回とかじゃなくて、なんか秒数を決めて、その中でもう最高の速度でやり続けて何回できるかはその時の調子次第とかで、その方がいいよとか、なんか様々なアドバイスをいただいてその全てのアドバイスを総合するとそれらを同時に満たすことは絶対できないですなのでもうちょっと整理していく必要があって、でよくよく話を聞いてみると、結局その腕立てとかも腕を狭めた方がいいとか広げた方がいいとか、まあ、そういうのは方がいいっていうよりは、その腕の置く広さをまちまちにする、まちまちにすることによってその鍛えられる筋肉の場所が変わるから、そのまあバランスよく鍛えられるっていうことですかね。だから多分今後もヤンチャクラブで腕立てをやっていくのであれば、曜日によって手の位置を変えるとか、そういうのを丁寧にやってやるとより良いのかもしれないなというのは確かに思いましたね。だからスクワットの時の足の開き方の加減っていうのもおそらくそういうことなんだろうと思うんですけど、だとするとなんかそういうの調べて曜日ごとにそのメニューを設計しようかなっていう気にはなりましたね。なんか
フランクについてはなんか何も言われなかったので、おそらくわしが今やってるプランクはなんかプランクに一加減ある人から見てそこまで突っ込みどころがないのかと思うと、なんかプランクだけは腕立てとかスクワットより前からやってるので、なんか様になってきたのかなっていうかちょっと自信がつきましたね。はあ、さてと、いやー6時半に起きてっていうか目覚めて、で6時45分ぐらいから活動し始めてるんですけど、そんで7時過ぎにコーヒーを入れて、で今に至るっていう感じなんですけど、なんか他の人があんまり起きてきてなくてこの時間だと、だからちょっとコーヒーたくさん入れすぎちゃった。なんか他の人がいたら振る舞おうと思って、いつも通り、いつもは家族にも入れてるので、いつも家族にも入れている量を入れてしまっていて、はい、ちょっとやばい、出かけるまでに飲みきれるか怪しくなってきたやばい昨日やってたこと振り返ります。その時間あるかな、あと7分ぐらいか。昨日、まあ、あの後ルビー会議に参加して、まあ、すごい楽しかったんですけど、なんか、まあ、セッションの内容をちょっとだけ振り返るかほんのちょっとだけ。そうですね、昨日はもはやね、かなり眠くて結構きつかったですね。Ruby でプログラムを書くときに、その難しいんですけど並行処理とかを書くときがあるんですね。だからある処理をやっている最中に別の処理もやりたい。で、まあ並行って言ったときには、そのある時、まず並行と並列って別なんですけど、でその説明をすると7分ではちょっと難しいんですけど、要するに同時に動いて最後それを、そのそうですね、難しい、なんか、まあ、1たす1と2たす2みたいなのがあったとして、で結局最終的にその答え同士を足し合わせたいみたいな処理があるとするじゃないですか。で仮にですよ、仮に現代のコンピューターが足し算に5秒かかるとして1たす1が5秒、2たす2が5秒で、その 2たす4が5秒で、全部で15秒かかるみたいな状態だった時に、その1たす1と2たす2は別に後で結果をお互い使うのはまあそうなんですけど、別に同時になんか2つCPU があるなら計算してもいいじゃないですか。だからそういうのをやる機能が Ruby には最近は入ってるんですよ。でそれをうまく使うにはどうしたらいいかとか、そういうのを書くときの考え方とかっていうのを、はい、聞いてました、朝一はなんか結構参考になりそうなことがあったんですけど、なんか、まあ、どんどん流れてっちゃうので、これはちょっと後でまた資料を見た方がいいかなという気はしましたね。あとはですね、 SQL っていう、なんですかね、データベースっていうのはですねみたいな感じになってっちゃうからあれなんですけど、データがたくさん入っている箱みたいなやつがあるんですけど、そこから適切なデータ、自分が今見たいデータだけを取り出してくるっていうのがデータベースの取り扱い方の基本的な動きなんですけど、それをやるためのプログラミング言語っていうのが SQL っていうのがあって、でそれを Ruby の中で、まあ、書いたりしてるときに、そのこの SQL は果たしてデータベースの性能をちゃんと引き出せる SQL になってるだろうかっていうのをなんかチェックして、でこう直した方がいいよとか、まあ、なんなら自動的に直すよみたいな処理を書いてる人の話とか聞いてました私は Ruby も好きなんですけど、その SQL もめちゃくちゃ好きなのですごい面白かったですね。はい、さてと、あと何かな、あとは型ですかね。型、プログラミングをするときになんか変数の型とか
なんですかね、関数の方とかそういうのが最近 Ruby では、まあ、流行りっていうかそれを補助するための機能が入ったので、まあ、どうやって活用していくかっていう話なんですけど、あのエディターとかで Ruby を書いてるときにそういう型の情報を使って、なんか今から書こうとしてることをなんかいい感じに、これじゃないのって言って、そうだよって言ってタブを押すと、タイプしなくてもタブ1回押すだけでその書こうとしてることがパーンって入るみたいなやつ、それがその早くないと使う気にならないよねっていう話で、早くしましたっていうそういう話をしてましたね。あとはなんか Ruby にクイックっていうあの HTTP の一つの何ですかね、企画があるんですけど、それを、まあ、Ruby でその使う Ruby のコードから使えるように、その他の言語の実装からその移植してきましたと。で、移植してきたのはいいんだけど、やっぱ他の言語から移植してきてるので、まあ、Ruby らしい感じの使い心地っていうか手触りになっていないから、まあ、今後Ruby っぽい手触りでクイックが使えるようにしていくぜっていう話を聞いてましたね。あとはですね、リドスっていうなんか正規表現っていうやつ。正規表現っていうのはなんか特定の文字列がこういう条件、こういうパターンにマッチしてるかどうかっていうのを調べるための技法なんですけど、まあ、それがですね、あの例えばウェブサーバーでリクエストを受けて、なんかリクエストで送られてきた文字列とかを正規表現で評価したりするときにですね、そのなんて言ったらいいんですかね、あのその正規表現の処理のせいでそのサーバーが固まっちゃうぐらい負荷が高まっちゃうとかっていう、まあこれなんて言ったらいいんですかね、難しいんですけど、まあ脆弱性と言ってしまってもいいと思うんですけど、脆弱性があって、まあ、そういうのをそのある程度緩和する処置をしましたっていう話を聞いてましたね解決しましたっていうわけじゃないんですけど、主要なパターンについてはまあそこまでひどいことにならないようにしましたっていう、まあ、もちろん緩和なので今後正規表現使うときは、まあ、気をつけましょうねっていうそういう感じの話でしたか、はい、とかですか。あとは YGIT なんかRuby、 そうですね、うん、難しいRuby を超早くしましたっていう話なんですけど、あのずっと動いてるタイプのアプリケーションがあるとするじゃないですか。なんか起動したらなんかずっとループで待ち受けていて、何かあったら処理をして返すみたいな、それがずっとプロセスとして立ち上がりっぱなしになってることがあると思うんですけど、例えば、まあ、一番いい例はウェブサーバーとかですよね。ウェブアプリケーションとかずっと立ち上がりっぱなしで回ってると、その時に同じような処理を何度も何度も繰り返す、何度も何度も同じようなリクエストを受けたら何度も何度も同じようなあの処理をして返すことになるわけですけど、それが結局その都度 Ruby の中で Ruby の、 その実行をしていると、まあ、Ruby の限界っていうのがあるので、そのたくさん同じ処理をやってるんだったら Ruby の中でこれはまた来るなっていうのをあの見込んで、 あらかじめその動いているマシンでその処理をコンパイルして、で何ですかね、まあ機械ごとして置いておいて、処理のリクエストが来たら来ると思ってましたって言って機械ごで作ってあるプログラムの方で実行する方が早いので、そうすることによって全体のパフォーマンスが上がるっていうシステムがあるんですけど、それをまあさらに早くしましたとか整理しましたとか、まあ、その時のなんか何ですか、プロジェクトマネジメントだと思うんですけど、あれはそういう話だと思うんですけど、どうやって方針を立ててどうやって実現していったかっていう、なんか何ですかね真面目に仕事をしていて偉いっていう話を聞いてて、身につまされたっていうか見習わないとなって思った回でしたね。よし、ちょっとやっぱ時間やべえそろそろ終わるか
ちょっとね、明日の予定がね、私実は予定は立てたもののあんまりよく分かってなくて、ちょっと今日の会期中に明日どうなるのか整理して、明日のやんちゃクラブどこで撮るかとか計画立てとかないと割と破綻するなと思ってるので、ちょっと気をつけたいなと思います。じゃあバイバイピー。